前回に続いてレベル32分の1トネード ECR タイガーミートですけども、前回の映像でここの水平尾翼をですね固定にするって言ったんですよ。ちょっと加工のね方法がないってことで、でまあその後試行錯誤して、せっかくだからこのスケールだからなんとかならないかなと思いましてやりました、加工を。ちょっとねすいません、また見にくいかもしれないですけど、こういうふうにですね、中にプラパイプをまず通しました。でその中に真鍮線をね入れてあります。結構太めの1ミリちょいあるのかな、もっとあるか、2ミリぐらいあるんですかね、入れて両方を今仮止めしてるんですけども、それでも見てください、ちゃんと動きます。なんてどういう風にして見されるのか分かんないですけど、できました。まあこれね今ちょっとこうあのテンションによってはこうくるって回っちゃうんですけど、でも基本的にちゃんと動きます。で取り外しができるようにしましたので、ちょっとね、まあ、見てもらうと、ちょっとまだこれね全部完全にできてるわけではないので、まあこういう風になってます。ここの穴なんですけども、これはキットのねピンのその穴をそのまま開けました。大きさでこれちょっとねすみません、ちょっとのぎそ取ってきますね。すみません、ちょっとのぎすがねちょっと見当たらないです、近くに。ね何ミリかな、2ミリとか、あ2ミリです。はい、これの入ってた袋に2ミリって書いてます。ただ2ミリでこう2ミリ多分穴開けたってきついんで、若干テンションかかるように、これ多分ね 1.8 とかそのぐらいで開けて、あとは丸ヤスリでちょっとずつ穴を開けてます。でこれをゆっくり奥まで刺して、今止まるところまで来てます。でこっちのね右に関してはがっつりとねちょっと瞬着とか流し込んで固定しちゃおうと思います。でまあこっちにね入るようにするんですけども、展示の時とかにやっぱりちょっとね抜け落ちたりとかするのは怖いので、これ入れた後も展示のためにここに少しだけ瞬着塗って固定するっていう風にしたいと思います。で最初はこれをこう入れた状態だとくるんってなるかなって怖かったんですけど、結構ねこの本来だったらここすり合わせしてぴったり合うようにするんですけども、あえてこのちょっと何て言うんですかね、この水平尾翼の先端が胴体に当たるぐらいにしておくとちょうどこれ保持されるんですよ。で両サイドギュッて差し込んであげるとちょうどいいテンションになるので、別にね展示しててこう動かす必要ないです。もし誰かに動かしてみてよって言われた時に、じゃあ動かしましょうかってなるかもしれないですけど、これでね結構次回からトーネードをまた作る時にねやってみたいと思います。だいぶ形になりました。はい、かっこいいですね、なんかね鉄砲みたいです。ということで今回ちょっとこのギミックが成功したのでアップしてみました。また引き続きこの後、もし下地処理が終わったら塗装をして、まあそうですね、目止めとか今ちょっとまだやってるのでその辺が終わったら塗装に入るんですけども、ほとんど小物類も製作終わってますので、まあ結構早い段階で完成するかなと思います。